それはとても脆くて傷つき、安くてすぐに壊れてしまって、二度とは戻らない、大切にしたいのにな。誰もいなくなって世界に二人で、それも悪くないって素直に思えた。恋をしていたのかな、今どこにいるの。君といる時の僕だけが本当の僕だったと思うよ。僕の中にいる君はいつも微笑んではいるけれど、思いたいだけかな、同じ気持ちだったと。君の椅子に座って眺める部屋には、あの日寄り添っていた二人が見えるよ。これからも寂しさもきっと、僕の半分は君だから、いつだってここにあると思うよ。君といた日々が作り出しているのなら、信じていいかな、二人今も一緒だと。Oh.